ゃあ決まりたての挨拶行くからね、うん、皆さん天才優役の高田優希です。皆さん天才さっちゃん役の今野まりかです。皆さん天才琴葉役の清香夏美です。はい、いいよ、素晴らしいスタートを切りましたね。課外活動イエーイ。はい、なんかまだ馴染まない感が、ね、ちょっとね、馴染まない感じがあるよね。徐々に慣れていきたいと思う。徐々にみんな慣れていこう、はい、そういうことにしよう。ということで、はい、この番組は三ツ星カラーズ応援宣伝番組、天才カラーズテレビの ATX 特別おまけ番組です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 ATX さん、ありがたや、ありがたや。ということで、今回もですね、早速 D から、課外活動用のお題が届いているそうなので読んでみたいと思います。お願いします。はい、こんにちは、 D です。ということで、ここに今、じゃん、用意してありますが、うんうん、まずね、ここの中に何これ駄菓子が3つ入ってるそうなので、ちょっと3人でね、どれを食べるか分けたいと思います。はい、開けますね。はい、じゃん、なんだ、なんだ、なんだ、これは、出してみてね、うん、いちご、あ、梅ジャム、梅ジャム、梅なのこれ、すごい、梅だ、梅ジャム、梅ジャム、ユッキーの大好きないちご、いちご、なんだろうこれ、いちごのあの粉だよね、粉のやつ、ね、甘いやつ、うんうん、飲み物になるやつかな。そうかも、そうかも。これはヨーグル、ヨーグル好きだよ、ヨーグル、いいよね、いいね。この3つがとりあえずありますので、え、前のさ、課外活動の時にさ、うん、苦手なものをさ、言ってったシーンあったじゃん、うんうん、それで私は何度も言うけど、いちごが苦手やって言ったんですよ。そうだね、しかもその時ね、うん、あの、そうそうそう、いろいろね、そうなんだよ、ね、そう、このさんはね、本編見てくれた方はわかると思うんですけど、これもいちご、これもいちご、いちご成分多いよね、いちご成分ちょっと多めだよね。でもこれはユッキーが選ばなくてもいいってこと、あ、そうかそうか、ね、そういうことか、ね、なるほど、そうだね。ちょっとまず3人で分けよう。あ、そうだね、よし、え、どうする。はいはい、私、うん、あの、梅大好きだから梅ジャムがいいな。あ、梅ジャムがいいな。そうなの、そっかそっか、だよね、いい、うん、いい、うん、やった、ありがとう。なっちゃんどれがいい。はいはい、私ね、ヨーグルス、うん、待って待って、いいよね、ヨーグル美味しいよね、わかる、わかる、とってもわかる、ヨーグルでも、うん、あ、待って、みんな気づいちゃった。何、私ね、気づいちゃった。どうしたの今ね、手に持ってるのは、うん、梅ちゃんでしょ、これは。で、私の手元に残ったのは、うん、いちご。おいおい、今まさにいちご以外を選べばいいよねっていう優しい優しい手を差し伸べてくれたのはマリンカ、にもかかわらず時間ないのでそれじゃないよ。おい、ひどい。じゃあ、ここから次の組み合わせのものを、うん、じゃあ引いていこう、一人ずつ。よし、じゃあ私から引いちゃうね、うん、どん。これはもう一人ずつ見ていくの。うんうん、一人ずつ。じゃあユッキーから、これ大事だよ、大事だよ、組み合わさるものだからね、すごく大事だよ、うん、じゃあいくよ、うん、自分と組み合わせるのは、いちごと組み合わさるものは、で、納豆。ちょっと、ここのスタッフさんはおバカだね。私はこれ、うん、梅ジャムと合うものか、なんだろう、でも割と納豆も合いそうだし、そうだね、納豆類だったね、うん、バナナ。あー、すごい、さっちゃんバナナ好きだし、ね、え、違うんだな、バナナ嫌いなんだな。いや、食べ過ぎて、食べ過ぎてですよ、バナナ食べ過ぎて嫌いになっちゃった。でもバナナと梅はいけるよ、だからバナナ克服しようっていう、そうそうそう、ね、好きなものと合わせて、うん、新しい味だからね、分かりました、うん、じゃあいいよ、いいよ、なっちゃん見てみて、見てみるね、じゃあおいしちゃおう、なっちゃんはヨーグル、ヨーグルと合うの何かな、何かな、ヨーグル甘いのな、うん、いい気がする、炭酸水、あー、多分これが正解だったんだね。確かだね、これが正解だったね、先ほどの食べ物を用意してみました。じゃあさ、ちょっと
安全圏から行こうか。そうだよね。そうそう、なっちゃん、うん、私が一番いける気がするの、うん、確かにね。これ炭酸水だから。そうだね。ただなっちゃんさ、うん、まだ交換するっていう手もあるけどね。うん、しない。あ、そうですか。まあ、じゃあ行きましょうか。大丈夫、大丈夫。本当ですか。一回入れてみる。入れてみます。はい、うん、あ、めっちゃいいね。シュワシュワしてるよ。シュワシュワしてる。で、これにこのヨーグルを、うん、あ、溶けるのかな。わー、びっくりした。ま、混ぜられるのにね。なるほどね。雑だけどありがたい。本当だよ、毎回雑だけどね。じゃあこれをさ、この夏かしの感じ。おー、シュワシュワしてる。嘘、入んないヨーグルが。わ、どうなってるの。とりあえずヨーグル、なんか理科の実験してるみたいじゃん。本当だね。本当に食べ物なの。こう入れて。あ、でも美味しいよな、このヨーグル。美味しいよ。普通に食べたいよ。ねえ、食べたい。こう浮くんだ ね、 浮くね。じゃあこれでいただいたので混ぜてみる。うん、っ、聞こえる。めっちゃシュワシュワしてる。主に炭酸がいい、うん、溶けるかな。溶けてるそれ、うん、飲んでみます。はい、すごい綺麗に分離してるけど。しかもヨーグルがスプーンにくっついてくる。じゃあなっちゃんの作ったヨーグルソーダ、うん、どうぞ。実食いただきます。そうだな、私。ね、バナナと梅ジャムを合わせてみたいと思うんですけれども、うん、わー、新しいな。ちょっと半分くらいにしたいな。この梅ジャムね、意外とちゃんとね、原材料のね、一番上にね、馬肉。馬肉、馬肉、馬肉、急に馬肉。馬肉は入ってないと思う。梅ジャムに馬肉。すごいスペシャルじゃん。梅肉が入ってるんですよ。梅肉が入ってる、はい、なるほど。ちょっと梅成分がちゃんとあるってことね、はい、なるほどね。つけて、おお、すごい。どうなんだろう、見た目的にはなんかね、かわいい感じがする、うん、これがイチゴだったらよかったね。そうだね。いる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 、大丈夫大丈夫。はい、じゃあ、うん、梅肉バナナ、うわ、いただきます。いってらっしゃい、いってらっしゃい。混ざんない気がするから。そうだね、一応かけようかな。おー、なんだよ。パチパチパニック。なんでパチパチパニックを入れたんだよ。入れるってことかな。ゆうゆうが求めていた。いいえ、ちょうどなんかあの納豆にネギみたいな感覚でパチパチパニック持ってこられても。あんこもの入れたよ。早いよ。パチパチし、どうぞ。やばい、召し上がれ。なんということでしょう。
いや、なんということでしょうじゃない。お分かりいただけただろうか。もうこれは3匹しか生まれないよ。でも見た目は結構いいよ。まあ、綺麗だとは思う。待って。聞こえるかな。納豆から普段聞こえることのないパチパチという音が聞こえております。ね、納豆もパチパチ言いたい時もあるんだよ。うわすごい、やいちごがネバネバしてる。うわこれはわなかなかの映像だ ねなかなかの映像だよ。ピンクいね。ピンクいし、わなんかなんか甘い匂いと納豆の匂いが混ざった匂いがして、でもこれ絶対誰もやったことないやつだよ、ユッキー。でしょうね。よかったじゃん。なんでやらないかわかる？なんで？なんでやらないかわかる？どうして？それに美味しさを見出せる人がいないからだよ。そっか。臭い。すごいよね。臭い。甘いけど。めっちゃ臭い。甘くて。これ食べるの？まあ一口ぐらい。言っとかないとな。パチパチしてる。めっちゃパチパチ言ってんだよな。美味しい。じゃあこれ、うん、何入れろ。そっちの方が美味しいよきっと。いや知ってるよ、みんな知ってるよ。じゃあもう何これ、 いくよ、うん、食べるよ。いいよ。じゃあいただきます。糸がピンクい。ネバネバしてる。よし来た。いただきます。また ねみんな食べ物集まずにしちゃダメだ。